最もポピュラーなワイヤーストリッパー。弱電ビニル被覆電線用ワイヤーストリッパーとは、被覆電線などの被覆を剥がすための工具である。一般的にワイヤーストリッパーといえば多くは、手持ち工具で、用取可能なサイズの電線に用いられる。ケーブルストリッパーや単にストリッパーとも呼ばれている。一般的に工具メーカーでは、対象潜在名称ストリッパーの形で名称が、 つけられている。皮むき器などと呼ばれることもある。ワイヤーストリッパーで皮膚を向いているところこの種の工具の目的は、第一に電線皮膚を除去することにあり、次にその効率化、省力化を図るために、様々な種類のワイヤーストリッパーが開発されている。第一目的である皮膚を除去するという目的だけで、あれば、このような専用の工具を用いなくとも、 目的を果たすことができる。例えば、カッターナイフを使って切り取っても良いし、ニッパーやペンチを使用してうまく被覆を切り取ることもできる。実際、対外の電線はナイフなどで加工することは十分に可能である。しかしながら、そのような別種の工具の応用にて被覆を除去すると、様々な問題が発生することがある。一つに、新鮮への傷付けがある。 単身線に傷をつけると、その部分はわずかに断面積が減少する。電線の抵抗値はその断面積が減れば減るほど大きくなる特性があり、もしその電線に大きな電流が流れる場合、その部分を原因とする抵抗値の増大、ひいては発熱を起こすこととなってしまい、最悪の場合発炎、火災の原因となりかねない。また、傷つきがひどい場合機械的強度が低くなり、 ケーブルの同様につれて断線してしまうことも考えられる。なお、電気工事士試験においては、欠陥工事として減点の対象となる。もう一つに、より線における問題は、束ねてある新線のうち何本かを切断してしまう事例である。蒸気と同様、抵抗値の増大による危険のほか、切れた新線は、圧着やハンダ付けを逃れて遊んでしまうこととなり、 隣接電線などへの短絡の危険がある。その他、より線が多く使用される、通信、音響の分野では、ノイズ、雑音の原因となってしまうことがある。切れた新線が接触、離脱を繰り返すことで、電気的ノイズになってしまうのである。このような問題を回避するためにある、ワイヤーストリッパーではあるが、このような工具が登場する以前や、現在でも多くの工具を傾向できない。 工事のような場合は、ワイヤーストリッパーが使用できない場合が少なからずある。このような場合は、電光ナイフやニッパーペンチなどを使用せざるを得ないし、古くからこのような工具で欠陥のない皮むきを行うことは、一つの技能でもあった。実際、ごく近年まで電気工事士試験では、ワイヤーストリッパーの使用は認められていなかった。このように、ワイヤーストリッパーは、熟練を要さず、 効率的に高い品質で被覆除去を行うためにある工具なのである。特に生産の現場ではこのことは重要なファクターとなる。ワイヤーストリッパー電線被覆に刃を入れ、被覆のみを切除、除去する工具。最も一般的なワイヤーストリッパー。日本では多くの場合、対象の電線に応じたサイズの丸穴状の刃がついており、 これに電線を挟み込み、被覆のみに切り込みを入れ、新線を傷つけることなく、被覆を除去する仕組みである。その他、国外製のものでは単一の V 字状の刃のみがあり、ストッパーにより、新線形を設定するものもある。単に被覆へ切り込みを入れるだけのものから、被覆を抜去するまでを自動的に行えるものに、大別される。単機能のワイヤーストリッパーは、 人部に電線太さに応じた丸穴が開いており、適合する電線を挿入して挟み込めば被覆が切り込まれる。そのまま電線を引き抜けば、新線を残し被覆が除去される。なお、切り込みを入れるのみであれば、他の挟む工具と動作が同じなため、これら工具の付属機能として付いているケースもある。例としては、電光用ペンチニッパーの人部に丸穴が開いていたり、 圧着ペンチの一部に機能として付加されていたりする。この場合は、その機能のみを指して、ワイヤーストリッパー付きと表現されたりもする。自動的なものは、一度工具を操作するだけで、被覆の切断、抜去が、バネ緑等により、自動的に行われる。必然的に構造が複雑で大きく重く、一般に効果である。また一つの工具で対応できる電線の太さが少ない。 作業効率を求める場合や大量に取り扱う場合に適する。ハンドルを握ると人部が電線の被覆に切り込まれ、その後電線を挟んでいた工具頭部が左右に分離することにより、電線から被覆が剥ぎ取られる。人部は交換式になっており刃を交換することにより、希望の電線サイズの刃を選ぶことができる製品もある。また自動型の多くは、 除去する被覆の長さを設定するゲージを装備しており、より正確な作業ができる。手動型のワイヤーストリッパー自動型のワイヤーストリッパーケーブルストリッパー工具をケーブルに直角方向に挟んで取り付け、工具を円周方向に回転させた後、そのままケーブルと同軸方向に工具を動かすことにより、本体より出ている切れ端の向きが自動的に90度回転して、 被覆の軸方向の切断ができる、皮むき機。ケーブルの端部だけでなく中間部の皮むきもできる、タイプや、太時ケーブル用に、端部より工具をケーブルと同軸で回転させて、被覆をスパイラル状に切っていくタイプがある。馬線ストリッパー馬線のシースと絶縁体を剥ぎ取る、ための専用工具である。手動型のワイヤーストリッパー自動型のワイヤーストリッパー同軸。 ケーブルストリッパー同軸ケーブルを工具に挟み、工具をケーブル外周を回転させると被覆が向けるので、そのままケーブルを持って引っ張ると、皮剥きが完了する。光ファイバーストリッパー光ファイバーの端面から、あらかじめ指定した長さの皮を剥くことができる。ランケーブル外皮ストリッパー工具にランケーブルを挟んで、工具を回転させると被覆が向ける。 キャブタイヤケーブルストリッパーキャブタイヤケーブルのストリップ専用円周にケーブルカット後縦やスパイラル状に切れ目を入れるキャブタイヤーの被覆厚みに刃先深さを調節することにより多サイズに使用できるマイクロケーブルストリッパーオートマチックワイヤーストリッパーン部は薄い V 型切断部を持つ板状の刃を多数集めたものでオートアジャスト機構により洗剤に合わせて 自動的に刃がその太さや形状に適応する。皮膚の切断と引き抜きが1回の操作でできる。太もシース無機機形の大きいケーブル用のストリッパー。皮むきの原理はケーブルストリッパーと同じである。工具の構造は大きくなるため線を保持する部分が大きくなり、回転を楽にするのにローラーがついているものもある。圧着ペンチ一丁で配線工事ができる。 電池式多機能工具。電線の切断、皮むき、端子の圧着、ボルトネジの切断ができる。プレス加工による本体と樹脂製グリップで構成され、シンプルな方式である。ただし、ワイヤーストリッパーは機能の一部であり、主たる目的は、各種圧着端子の圧着にある工具である。各工具の指定の操作をすることによりその工具ができる。加工機能を別に分類する。 ありがとうございます。